正解なんかないよ、子育てに。どんなにいい教育してたってさ、ダメな時はダメだしさ、どんなにほったらかしたってさ、うまくいく時は行くんだから。俺なんかそうだろ母ちゃん出てって、父ちゃんも出てって、父ちゃん他に家族持って、小学校から兄貴と二人暮らししてほったらかされて、うん、それでもなんとかなったろ。もう子供に親がしてあげることはさ、本当に愛情を持って大切に接してあげることだけだよ。うん、それだけだよ。正しいとか間違ったとかないよ。どんないい学校行かしたって、どんな勉強させたって、ダメな時はダメだよ。うん、でもどんなにあれよ、なんか間違えたって、どんなに親が失敗したって、子供があの素敵な人になる時はなるよ。うん、そこはあんまり過度にさ責任を感じず、楽しく子供との毎日、自分の人生、そういったものを素敵だなと思いながら、笑顔で素敵な人生を送ってれば、子供たちにもそういうの伝わんのよ。うん、そういうのなんかな、もっとなんかさ、世の中のことだ、勉強だとかさ、社会だとか、そんなことから一回目外して、うん、それやったらプラスのものだから、資本主義社会で役立つものだけど、一旦目外しても生きてるよっていう、もう素敵な毎日だよっていうところに 目線を置いてね、素敵な時間を一緒に過ごすっていうような、こうなんかそういう努力をしてみたらいいんじゃないかなと思うな。俺そう思うな。なんだかよくわかんないけど。